ゲロッチャンです。はい、ということで、久しぶりの動画投稿になります。お久しぶりでございます。やっとね、落ち着いて、ちょっとね、動画の方も撮れるようになりました。そしてね、今日なんですけど、今日の動画はですね、この間、ゲロッチャンのね、部屋、壁をね、ぶっ壊すっていう感じでね、業者の方に頼んでリフォームをするということを言っておりましたけども、今日、その作業が終わりました。最初にね、写真をね、ちょっと流させていただいたように、あんな感じでね、工事が始まって、今日ね、その最終日で、今ね、終わったところです。ということで、今ね、このようにね、今ね、広くなってるんで、ちょっとね、見ていただきたいなと思います。はい、こういう感じになっております。こちらの部屋なんですけども、こちらの部屋はね、普段ゲロッチョンが撮影していた場所になりますね。で、こちらで撮影してね、まあ、こちらはね、今ね、荷物がね、もうね、押し込んでおります。あっちの部屋のね、荷物とかあちこちあってね、今ね、荷物がごっちゃごちゃです。で、こういう感じでね、荷物がごちゃごちゃになってて、そして、こちらですね、こちらに壁があったんですね、壁が。それがね、とうとう壁をね、ぶっ壊していただいたということで、すっきりと壁がなくなっております。で、こちらが和室だったところですね。そして、こちらですね。こっち、今ね、見ていただいたように分かるように、この壁をね、壊した場所ですね。この、壊したところ、ここに壁があったところなんですけども、本来は、これをね、ここにね、木枠をね、つけていただくんですけども、ゲロッチョは今回、木枠の方はお断りしました。なぜかと言いますとね、その木枠ね、これ、ここで全体ありますね、ここ。ここからずーっとね、まあね、全体的にね、上からね、横からと、下からと木枠をつけるんですけども、このつける作業に、だいたい8万円かかると言われたんですね、見積もって。じゃあ8万円もするんやったら、ゲロッチョンが適当にね、安くで、木枠を作ってやろうかということで、今回は取り除かせていただいております。だから、木枠にかかるね、お金の方は少しね、浮かせていただきました。ということで、こちらですね、こちらの部屋、もう今ね、畳もありますけども、和室だった部屋ですね。そしてこちら。和室のね、壁紙がなくなって、今ね、白の壁紙に変わっております。で、天井も、そうですね。天井の方も綺麗にね、壁紙がね、やっていただいてありがたく思っております。そしてね、ちょっとね、もう今日やったばっかりのね、少しね、この辺、見えるかな？ちょっと見えづらいかな？この辺ちょっとまだ浮いてるんですね。この辺とかね、そして、あの辺もそうだし、で、この辺もね、ちょっと浮いてるんですけども、まあね、多分ね、2、3日の間に、パリッと貼って、分かりづらくなるんじゃないかなと思っております。ということで、今回ね、これね、今日ね、今ね、終わったところなんで、こんな感じなんですけども、よいしょ。まあ、こういう感じでね、一つになったこちらとね、こちらの部屋が一つになったんですけども、これからね、いろいろとね、これね、やっていこうかなと思っております。そして今ね、押し入れもね、物をね、押し込んでるんで、まあ、半分ぐらいは整理して捨てようかなと思っております。そしてね、いろいろとこの辺も考えていくんですけども、こういう感じで今ね、畳もあるんですが、いろいろとね、これからね、アレンジしていかないといけないと思うんですよ。だからね、まあこれからね、このように大きくね、広くなった部屋、まあ一つ一つなんですけども、アレンジして、ゴロッと変えていこうかなと思っております。だからね、一つ一つアレンジしていくので、まあその都合動画上げていくと思います。こちらの分はこんな風に変えましたよという感じで動画も上がっていくと思いますんで、まあ、そのね、日に日にね、変化していくところをね、見ていただければありがたいと思います。一応ね、できるだけね、お金をかけずにやっていこうかなと思っております。だから、ホームセンターとか、そしてリサイクル店とか、そういうところをね、利用させていただいて、いろいろなものをね、アレンジしていきたいなと思っております。だから、どのようにね、変化していくのかね、楽しみにしていただければありがたいと思います。ということでね、今日はね、久しぶりにね、動画ね、撮影させていただいたのでね、ちょっとね、緊張気味に喋っておりますけども、いつも緊張でしておりますが、ということで、まあ、今回ね、まあ、これからも、いろいろな動画をね、これからね、上げていきたいと思います。一応ね、ゲロッチョのね、身の回りも落ち着いてきたので、そしてね、もう仕事の方もちょっと落ち着いてるので、まあ、動画の方の撮影もね、どんどんね、撮っていけるんじゃないかなと思っております。だからこれからもね、どんどんね、撮影の方をね、して、どんどんね、投稿していこうかなと思っておりますんで、まあ、つまらないね、動画もあるかもわかりませんけども、どうぞよろしくお願いします。ということでね、今回ね、こういう感じで、リフォームが完全にね、完成いたしました。あとはね、ゲロッチョンがアレンジをね、ゴロ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 っとしていけば、
まあ、部屋もね、ごろっと変わってくれるんじゃないかなと思っております。ということで、今後ね、このね、撮影終わってからもね、いろいろアレンジも考えてやっていきたいなと思っとるんで、まあ、今後もね、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバーイ。